さあ、それでは優勝したベトナムの演技ですけれども、ウィン・ヴィエ・アン、ボン・ホワイ・アン、ザン・ノック・トゥイ・ビーという3人のベトナムの、こちら男性2人女性1人のトリオです。非常に一致性の高い演技、お楽しみください。またリフトのこの軽快さというかスピード感、見ていても重さを感じないリフトでした。ま、男子2人女子1人なんですが、何かこう非常にこう3人のバランスが取れてますね。そうですね、単純に動きの一致性がというよりは身体能力が3人一致しているような印象を受けて、よくこの3人を揃えてきたなと、ベトナムの強さを感じた試合でした。だって3人がこの目まぐるしく位置を変えていく、その距離感を変えていくというのは魅力的ですね。はい、あとはこういう起き上がった時のですね、少しの間がベトナム勢少しありますので、そういったところはなくなってくるとさらに点数を伸ばしていくんじゃないかと、ある意味恐怖も感じます。今のつなぎ動作も非常に面白かったです。どんどん力をつけているベトナム勢、見事優勝したベトナムトリオの演技でした。